ヨガ、サーちゃん、カズシです。ガビです。さあ、ということで本日の企画は何ですか。キキチャーハン。キキチャーハン。はい、キキチャーハンでございます。さあ、本日ですね、まあ、キキチャーハンということで、はい、うちにはね、料理長がいるわけですよ。お、誰ですか。誰でしょう。あなたです。俺だ得意料理は何でしたっけ。料理長、チャーハン。おー、結構チャーハンパイセン得意なんですよ。あ、そうなんですか。食べたことあるでしょ。あります、あります、うん、ほぼ何回か。なんでチャーハンなんですか。あのですね、僕はあの昔、大学生かな、大学生の時、違います、高校生からです。4年間ぐらい、5年間とか分かんないけど、あの日高屋でですね、某日高屋さんね、はい、某日高屋であのバイトしておりまして、はいはい、あの一応バイトリーダーもやってたんで。お、もう村長や、はい、村長あ、そうなんだ、はい、ぐらいの、まあ、はいはい、まあ、鍋検定みたいなのもあって、まあ、結構作ってた。へえ、あ、そういうのがあるの。はい、へえ、あの地区長が見に来るんですよ。地区長、はい、その地区のエリアマネージャー。地区長。地区長。地区長さんが来るんですよ。はいはい、でこう見てて、はい、でこう終わって、いや田島くんうまいね。おお、うまいって言われた。そう。俺もうここもうずっと見てきたけど、今まで2番目にうまい。いやいや、1番ちゃうんだ。2番目。で2番だ。でもまあそのエリアで2番目に生まれてくるんですから。なるほど、まあそれはすごいですね。はい、その若いのにね、はい、よくやった、ありがとう、いいよ、うん、っていう感じで、まあチャーハンを、はい、まあ別にこの作ってるのはそのこ、な、なにそのあれじゃないですよ、献立ではないんで、はいはいはい、そのまあ似てはいるけど、まあ、僕なりの味付けでいつも作ってるんで、そう、そういうわけで、そう、さんちゃんさんの得意料理チャーハンということで、そう、はい、普段からねメンバーに結構あの、はい、チャーハン作るよ、チャーハン作るよつって振る舞ってるわけなんで、メンバーならさんちゃんのチャーハンぐらいわかるっしょっていうことで、お、本日、まあ、日高屋代表さんちゃん、はい、いますね。で、あとは、王将、餃子の王将のチャーハン、そして、バーミヤンのチャーハン、こちらの3つでちょっとテイスターの方を3人お呼びして、はい、ちょっとさんちゃんのチャーハンを当てていただこうじゃないかと思っております。皆さんには、はい、まあ、まず目隠ししていただいて、そうで3つ ABC のチャーハンが並んで、みんなに一口ずつとかで食べさせて、うん、ABC どれでしたかっていうさんちゃんさん、なるほど、そういう企画になっております。よしよし、あんまり美味しくなかったやつがさんちゃんってことか。いや、それは分からないそれは分からないけどそれは分からないかもしれない。あ、 OKOKOK、まあ、味的には強いかもしれない。強いから三大中華料理チェーン店の、はい、まあ、チャンピオンを決めていただこうじゃないかと。なるほど。俺これ1位だったら背負ってる。日高屋背負ってる。日高屋背負ってる。勝手に出店する。勝った人にはもうもちろん特典がございまして、チャーハン食べていただいて結構です。あ、素晴らしい。一口しか食べちゃダメ。そう、まずテイスティングだから。その後もいくらでも食べていただいて。うわぁ、当てた方食べちゃおう。はい、外れたらもう食べれません。おう、そんな食べる権利なんてありません。で、もしさんちゃんさんが負けてしまった場合は、はい、自分で全部洗い物してもらいます。あ、すごい、あ、これ一番嫌なやつ、地味なやつ、一番嫌なやつ、はい、ということで、では早速行ってみましょうか。はい、ということで、さんちゃんさんはまず作っていただいて、じゃあ OK です。で、残り2店舗はウーバーイーツさせて、あー、ウーバーさん、よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。キキチャーハンまでガンミ。はい、ということで、日高屋代表さんちゃんです。はい、早速作っていきたいと思います。料理長お願いします。でね、俺ね一個ね、これ全然日高屋じゃないんだけど、はい、この卵あるでしょ。はい、ちょっと今日この食材準備したところなんだけど、卵これ混ぜすぎないっていうのが結構ポイントで、へえ、ふわふわになるんですよ。なんで白身とこの黄身をちょっと残した状態。なるほど。これで作るとね、素晴らしいんだよね早速作っていっちゃいますからね。お店の味にね、俺でもこれ勝てると思うんだよね。結構王将とバーミヤンが敵ですから。ごめんけど、申し訳ないけど、バーミヤンさんとあの王将さんには申し訳ないですけど、まあ当ててもらわないとって感じですね。ごめんけど勝っちゃいますから。もうこれうますぎて逆に当たらないみたいなああ、もう店、そっか、みんなが選ぶ基準はこれそれぞれだもん、ね、そうです。
お店に寄せるためにちょっとねチャーシューねザク切りにした。ザク切りですか。まっすぐ切るとバレるから、ね、あーまあそうですね。カサシとかバカだから確かバカだからそれあいつニンニク効いてりゃうまいと思う。まあ確かにちょっとニンニク多めでいくから今日煽らして。うわいい音してるわ。ガチやん。ガチごめんけど勝っちゃう。でもカズシバカだけどな。はい、カズシ君チャーシュー多かったらうまいこと思ってめちゃくちゃ言われてます。これね、それは何ですか。これあのソーミシャンタン初めて聞いた。これ入れときは大体中華うまくなる魔法の出汁ということで。これ入れときはうまくなる。掘り出しみたいな。ああ、はいはい。ベイパー的な。そうそうそう、ベイパー。はい。開かないのマニュアル、あ、これマニュアルあんま言わない方がいいか。どうなんですか。いや、もう、てか超うまそう。普通に。全部うまい。いや、これはわからんわ。結構わからん、ね、悪いけど、勝っちゃうよ。すげえうまそう。悪いけど勝っちゃう。おおうい。悪いけど勝ちますね。これが王将、はい、王将のチャーハンですね。ちょっとやっぱ色が薄い、はいはい、大事なのは味ですから。そうですね。でこれバーミヤンのチャーハン、はい、でこれがあの日高屋さんちゃんのチャーハン、はい、これマジの俺ちょっとね一口ずつ食わしてもらったけど、はいはい、これマジわかんないこれはいけんじゃないですか。それでは早速いきましょうかはい。さあ三品出揃いました。出揃いましたねこれ皆さんの視点では今はい出てます。これどれがどれだか、はい、あなるほど、はい、こうなっておりますので、はい、では早速呼んでいきますか。呼んでいきましょう。テイスターを。意気込みはどうですか。でも自信ありますよこれ。やっぱ色味はちょっとやっぱこっち炊き込んでると思う。まあまあそうですね。ちょっと薄いんですけど、そこじゃないですか。そこじゃないですから。勝負味です。勝負味ね。はい、ということでテイスター呼んでいきたいと思います。はい、はい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 、あ、ちょ、なになになに、はい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 、これがあれがいいっすか。そうです。まあね、もう僕はねサンちゃんのチャーハンをいっぱい食べてるんだよ。わかるでしょ、そんなの。サンちゃんのチャーハンがどれか。チャーハン、うん、じゃあまた一品目。おう、なんかソースの味がする。えー、分かったかも。とりあえずじゃあ1番2番3番で ABC。
さんくんです。それでは行きたいと思います。では通学口アンします。こちらこれ書いてますよ。すぐ始まる。はい、アーン。こちらまず A です。もうダイソンも結構俺のチャーハン食べてるから、ね、食べてる。そうなんですね。甘みがありますね。これはネギを感じます。はい、ナイス。いきますよ。塩味ですね、これは。うん、あとなんか肉っぽいの感じが。ネギも入ります。はい、入ります。おう、受けてみます。あー、え、全然味違うな、これね。あんま食べない味。あー、これはもうサンちゃんさんの当てればいい。がどれか。ああ、 ABC。 はいはいはい、 ABC の順番ですね。よろしいですか。はい、はい、では退出。退出これがおもろいんだあ、ちょっと、はい、左です。あ、間違えた、右です。はい、はい、お座り。はい、まあ、チャーハンにはうるさいと。チャーハンにうるさいんだ。はい、うるさいです。俺のチャーハン食ったっけ。一回だけあります。一回だけなんだ。はい、おう、 A から。 A から。 A からいっちゃって。はい、そう。あーん、あーん、どうですか。うまいっす。美味しいっすか。え、これ、え、待って、サンちゃんとどこ、サンちゃん、知れるのそれ。王将、うん、バーミヤンです。はい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 、はい、はい、オッケーです。おう、いきます。はい、あーん、あ、っぽいっすね。うん、いいっすか。ホンホンしてる。ホンホンホン。はいはい、はい、おう、サンちゃんじゃなくてももう分かっちゃう。あ、全部当てれちゃう。全部当てれちゃう。俺全部、あ、全部言っていいじゃん。うんうん、いいよ。一番最初に食べたのが、王将、うん、2番目が、まだ覚えてるんですか。サンちゃん、3番目がバーミヤン。うん、俺もそう、うん、ごめん、俺もそうなんだよ。あ、そう。でも、そのバーミヤンと王将に関しては逆な感じもした。あ、いや、わからないから。いや、で、なんかさ、うん、なんだっけ、最後 C か。 C は、うん、ソースの味がなんかしたの。たこ焼きの味したの。あ、なるほど。なんかたこ焼きの味がしたので、食べたことない。そうそうそう、うん、C が慣れない味。うん、慣れない味だった。だからバーミヤンだと思ってて。あ、そう、あ、そういうことね。で、なんかB は異常に味が濃かった。濃かった。俺が、俺でも俺が好みな。俺も好みなやつ。一番好きな味なんだ、俺は。そうそうそう。だったから、そんな味濃い作るかなと思って、店が。うん、なるほど。だからサンちゃん。しかもさ、あの、一番目に食べたやつは、あの、王道な感じなかった。うん。ザ・チャーハンみたいな。一番王道だった。ってことはなんかさ、その王将みたいな店が作りそうだなって思ってたんだよね。いや、そうそうなんだよ。うん、もうじゃあ一致でいい。うん、俺もいいかな。A が王将、 B サンちゃん、C がバーミヤン。 OK。 なんかそんな言うんだったらルール変更ですよ。いやいや、急に
うん、そんなん言うんだったら3店舗全部当てていただかないと。ちゃんと考えてください。いや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 、の本当に、しかも本当にそれでいいんですか。俺だって聞いて、あの俺の実家暮らしの時に、まあ中学生までだったけど、あのよくあの冷凍のさ、王将のチャーハンをさ、買ってチンして食べてたんだけど、だからね、王将はね、任せて。あ、本当、うん、確かに A の味、うん、ちょっとあの冷凍とかでも感じるその甘さ。分かる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 。いや任せて、これは俺は俺これ絶対もう合ってると思う。これでいこうか。じゃあ ABC で言ってもらいましょうかね、もう改めて OK 結果を。はい、じゃあ A から。はい、 A から。せーの、王将。では B。 せーの、サンちゃん。じゃあ C は、せーの、バーミヤン。それでは成果発表いきます。はい、はい、まず見た目はこちらでございますね。どういう並び、今知れる、A、B、C です。あ、 A、B、C、うん、あ、確実なんじゃない B は。ではじゃあ、まあ最初はその揺るがないと言ってた B からいきましょうか。はいはい、こちらの裏にね、貼ってあるの。おープロ。いや、せーの、サンちゃん。やっぱりな、俺はいっぱいサンちゃんでもチャーパン食べてる。チャーパンね。ちなみにマジで一番美味しかったね、俺は。うん、一番一番うまい。どっちからみたいですか。俺たちは王将バーミヤンって言ったってことだよね。で、これが A だっけ。そう、未知の C からむずみたいかも。まあこれで正解が C、 正解が分かってます。いきますよ。うわ、怖い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 。3、2、1。あっ、やばい。バーミヤン、どちらが王将です。やっぱり、やばい、フル正解でございます。やばい、すごいすごい、俺らすごい。シェフ、こちらへ。ちょっと誤算でした。なんか今あの美味しいのを作りたいという欲が出てしまい、はいはい、味が濃くなった。非常に濃かった。レベチ、レベチ。で、うまいよね。すごい美味しい。そうなんですよ。あ、こういうのが食べたいよね。いや、分かった。男向けかもしれない。そう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 、男飯って感じ。確かに。さあ、ということでこれじゃあ俺らが勝者ってことでいいですか。そうだね。じゃあ皿洗いますよ。罰ゲームですか。罰ゲーム、さんちゃん皿洗いということで。よしよし。で、俺ら食っていいってことか。もう見事大正解ということで3つ詰め。いや、ロット、はい、おい、かまいません。嬉しい。ということで以上、はい、まあ、さんちゃんさんの美味しいチャーハンを当てれたということで。クソなのかな。よくわかんない感情だけど。まあ、美味しい、美味しい、一番美味しい。嬉しがった方がいい。美味しい、おい。以上、キキチャーハンでございました。さようなら、バイバイ。はい、ということで負けたので洗い物をしていきたいと思います。なんで俺は洗い物してんだろうな。まあいいよね、みんなが喜んでくれたらそれでいいよ。俺は洗い物終わったので自分のチャーハン作って食べて終わりたいと思います。さよなら。はい、美味しくいただきましたね。うまかったです。まあ、なんかいろいろ分析はしましたが全部美味しいです。はい、結局ね、結局どっち全部ね、うん、美味しいですよね。まあ、ただサンちゃんのレベル違う。うん、美味しい。ヤミーできた。お手手を合わせましょう。はい、せーの、ごちそうさまでした。